あるところに小さな夢がありました。誰が見たのかわからない、それは小さな夢でした。小さな夢は思いました。このまま消えていくのは嫌だ。どうすれば人に僕を見てもらえるだろう。小さな夢は考えて考えて、そしてついに思いつきました。人間を自分の中に迷い込ませて世界を作らせればいいと。一番目アリスは勇ましく剣を片手に不思議の国、いろんなものを切り捨てて真っ赤な道を敷いていた。おとなしく歌を歌って不思議の国、いろんな音を溢れさせて狂った世界を生み出した。そんなアリスはバラの花、イカれた男に打ち殺されて真っ赤な花を一輪咲かせ、みんなにめでられ枯れていく。三番目アリスは幼い子、綺麗な姿で不思議の国、いろんな人を惑わせておかしな国を作り上げた。そんなアリスは国の情報、秘密な夢に取りつかれて朽ちゆく体に怯えながら国の頂点に君臨する。森の小道をたどったり、バラの木の下でお茶会、お城からの招待状はハートのトランプ。4番目アリスは双子の子、好奇心から不思議の国、いろんな扉をくぐり抜けてついさっきやってきたばかり。気の強い姉と賢い弟、一番